小野徹は、日本の政治家。北海道レブン町長。1950年7月25日、北海道レブン郡レブン町で生まれる。北海道稚内高等学校を卒業後、1969年、レブン町役場に放職。観光係長、総務課長補佐、町民課長などを歴任し、2001年7月には、助役に就任した。2005年5月、 レブン助役を退任し、同年6月7日、レブン長選挙への出馬を表明。同月28日に告示され、無投票で初当選。2009年6月23日、自身の人気満了に伴うレブン長選挙に出馬し、無投票で再選。2013年6月25日、自身の人気満了に伴うレブン長選挙に出馬し、無投票で再選。 2017年6月20日、自身の人気満了に伴うレブン町長選挙に出馬し、無投票で再選。2021年6月22日、自身の人気満了に伴うレブン町長選挙に出馬し、無投票で再選。映画、北のカナリアたちの撮影現場であるレーズイ小学校ミスキ文庫を、 撮影時の状態で公開した観光スポット、北のカナリアパークを開設。開設に際したインタビューで、改善改良して、全国の皆さんの期待に応えられるような施設にして、行きたい。映画に出演した、吉永さゆりさんらに来ていただいて、イベントを開いたり、子役の子供たちの成人式を企画するなど、工夫を凝らしていきたいなどと語った。漁業の後継者問題解消のため、 立党振興法による交付金を活用して国の就業者支援制度が適用できるように町独自の制度を創設したいと公言し、漁師を志す当該からの移住者向けの住宅支援などを拡充している。ありがとうございます。